メチレンブルーは色素の一種である。メチレン青とも言う。IUPAC 名は3、ナナビスフェノチアジニウムクロリド。メスフラスコ内のメチレンブルー水溶液1876年にドイツの科学者、実業家であるハインリヒカロによって初めて合成された。青銅色の光沢を持った暗緑色結晶粉末で市販品は不純物により、 同赤色結晶粉末であることもある。ジエチルエーテルには不要、水、エタノールなどのアルコール類、クロロホルムに可う水溶液は美しい青色を示す。各種の無機塩と復縁を作りやすい性質がある。代表的なチア人の誘導体、フェノチア人系化合物に属し、塩基性染料の一種である。著名な酸化還元指示薬でもある。 布などを染める染料としては、単人焙煎で、木綿、中性翼で木と羊毛を染めることができるが、日光に弱く実用的価値は低い。合成法としては、N、N、ジメチルアニリンとチオリュー酸ナトリウムを原料とする方法や、フェノチアジンのジメチルアミノ化、特に、N、N、ジメチルアニリン、硫化水素などの硫化物イオン源、塩化鉄が水中で反応して、 メチレンブルーを生成する反応は、生成するメチレンブルーの濃度を測定することで、硫化水素や硫化物イオンの定量分析に利用される。生物分野では主に光学顕微鏡で細胞の核を観察するときの染色液としてよく使われる。顕微鏡学習用の染色液セットにも、エオシン、サフラニンなどとともにメチレンブルー液がよく入っている。ギムザ染色は、 メチレンブルーとエオシンを混合した染色液を用いている。活性炭の吸着力評価や光触媒の性能評価物質として用いられる。光反応によって通常の酸素から活性酸素の一種である一重光酸素を発生させる光増感作用を持つために構造感材としても用いられる。構造感作用、還元作用により、 蒸気の通り活性酸素を発生するために、殺菌消毒作用を示すと考えられている。作用基準は酸化還元作用によるもので、細菌の細胞壁の特異的な合成阻害作用などがあるわけではなく、抗生物質、合成抗菌剤とは根本的に作用基準が異なる。医学生物学的には、オキシドール液、 ミソジン液などと同族の消毒剤、消毒殺菌剤に分類される。この性質を利用して、殺菌剤や医薬、特に魚病薬として、炭水性白天病、オグサレ病、水カビ病などに対して、病業希薄水溶液を添加した水中にしばらく入れておくなどの方法でよく用いられる。そのための希薄水溶液や粉末が添加された薬剤が、 ホームセンターなどで入手可能である。同様の性質からマラカイトグリーンも同じ用途で使われているが、挙毒性が強い。メチレンブルーは逆に挙毒性は低く、副作用はほとんどないとされている。水溶液中では還元剤の作用により、無色のロイコメチレンブルーを生じ、酸化によって元の酸化体へ戻り、再発色することから、酸化還元指示薬として、 還元剤や酸化剤の検出、定量などにも用いられる。わずかながら、酸塩基子人薬としての用途もある。詳細は、メチルチオニニウムを酸小メトヘモグロビン血症の治療薬としても用いられる。牛の硝酸ジオ中毒の治療には2%、メチレンブルーが有効である。牛などの半数動物では、硝酸体窒素の過剰摂取があると、 1> 第1位細菌の硝酸還元酵素によって、亜硝酸が生成され、メトヘモグロビン系。人と同様に治療には、メチレンブルーの投与が有効である。メチレンブルーがナットフの存在下で、グルタチオン系の還元酵素により、ロイコメチレンブルーに還元され、ロイコメチレンブルーがメトヘモグロビンをヘモグロビンに還元し、ロイコメチレンブルーがメチレンブルーに酸化され、 この反応の繰り返しにより触媒的な役割を果たす。ただし、クルコースマイナス6リン酸、脱水素酵素欠損症の人の場合、メチレンブルーが作用するのに必要なナットフを生体が十分に用意できないので、メチレンブルーを使えない。ありがとうございます。